声なき、声を、紡ぐ。橋村里香、スピーチ。No.5、それぞれの命を全うしてほしい。2023年11月26日、熊本市、下通り、社民党街頭演説会にて。このまま戦争へと突き進む今の社会を、娘と共に生きてきてくれた仲間たちには、これから担う社会に手渡していくわけにはいきません。意思表示を言葉でしない娘の声なき声を、娘が押す音声スイッチがいつなるか、いつなるかと、じっと息を潜めて見守り、音声スイッチを娘が押したときに、まるで我がことのように喜んでくれた子どもたち、あの時の子どもたちは今23歳になっています。もうこの社会を担う立派な大人たちです。私はあの子たちに戦争に行ってほしくない。人生を17歳で終えた娘の分も精一杯思いっきり生きていってほしい。自分の人生を誰かに奪われることなく、それぞれの命を全うしてほしい。自分の人生を誰かに奪われることなく、それぞれの命を全うしてほしい。